してないけど、まだまだフーアのこと調べてないけど、どんなこと書かれてるかわかんないんです。そうそう、こんにちは、あ、こんばんは。いや、ライカおしゃれのしてないやろ、思ってから横で横でしとく、いいんかな、いいか、なんかちょっとあの座高がフーア高いし。こんばんは、皆さん。よし、よし、今日は小尻はどっちのものになったって今さら、今日はですね、皆さん、トーク講演会ありがとうございました。初めてで緊張したんですけど、すごくね、皆さんすごい温かい反応で聞いてくださって、しかもすごく楽しかったです。ありがとうございます。これ怖いの、こんばんは。来てなかった、少年忘れてた、ダメだで、マジ忘れた。でもここでだってトーク50円くらいだった最中爆睡しとった、爆睡しとったの、階段で寝転がって爆睡してた。おしょうまくん、ありがとう。何？ハート100個ありがとうございます。今日はね、ちょっと個人会で私のオタクがね、ちょっとあの行き過ぎてしまってね、ちょっとね、ね、ちょっとループしてしまったんですけど、ごめんなさい、切れちゃった。ここはちょっと危ないね。アイピ何があったの？アイピね、ちょっと歯が抜けました。は、はい、今のいいね。歯が抜けました。なあ、アイピトーク講演会に来てほしかった。いや、アイピトーク講演会が出たもん。なあ、トーク向上戦ってあれもうどんどん上がり症になるだけだ。ドクターストーンと今日はね、リゼロを紹介させていただいたんですけども、ガチで本当にフワがもう、なんで見てないのっていう、階段でさ、階段の一段を使って、誰やねん、え、してる、ほんまにしてんだよ。 I can do this to you。 えちゃん、秋元さんの曲以外歌っちゃいけないの。え、秋元さんってどうする、うん、あっちゃいな。今フーアの方でコメント読んでもらったらなんか知らんがな。え、もうバカじゃん。え、でもフーアめっちゃ歌っとるで。マジでよう回されへんの、うん、階段はさ、トーク向上委員会で初めてトーク向上委員会に出させていただいたんですけど、見てたから首がやば、マジで痛い。本当に楽しかったですね。はい、私もショールームすべきっす。いいよ、ちょっと間隔取った方がいいかな、スコロナ。ちょっと間隔取ろう。いや、30分はだ、ちょっとソーシャルディスタンスを保ちましょう。ちょっと30センチくらいお願いします。あ、いたいたいた、怒られちゃう。8期の候補生45番さんが風合わし。ほんと、誰誰誰誰誰、どんな子ですか。え、ガチでフーアだけ、 45? フーアだけですか。しこちゃん、でガチでフーア推しですか。知らんけど、ゆかじゃないです。今日は階段で寝てます。カズさん、ハート500個ありがとうございます。えみかちゃん、バイト16時間、え、すごっ、お疲れ様。さやちゃん、ハートありがとう。今日はね、なんかね、全員なんかボケっぽい担当の人が集まって特攻人会したんですけど、たまにちらほら見てます。45番めちゃくちゃうまい子、歌うまい子。え、誰それ、ちょっとやめなさい、あなた。え、待って、怖い。45番の子って誰ですか。どの子だ。え、45番ってショートカットの子じゃん。違うかな、違うらしい。歌がうまい子らしい。
トカット。ショートカットは何だか分かんない。あ、待って、なんかさらっと見たけど、あの髪のちょっとボブ目の子ですか？あの男女上の方にいた、男女じゃないランキングさらっと見たんですけど、しょうまくんハートありがとう。ハロウィンコスプレしないですね。79番、第五人格、おーいいね。たけぽんさんダルマありがとうございます。ナグノンさんダルマありがとうございます。え、翔太が好きって言ったのから髪の毛切ったの。めっちゃアイカのこと好きじゃん。友達じゃん。友達？え、友達ですか？え、違います。あ、やばい、水漏れた。え、何このフィルター？分からへん、何これ。でもフィルターついてないね。あきちゃん、だるまありがとうございます。カズさん、ハートありがとうございます。秋元先生がプロデュースしたバンドの、あ、なんかコインロッカーの人？コインロッカーなんかなかったっけ？コインロッカーさん、コインロッカーズさん。え、あれ、なんかそんな感じ、まあ聞いたことある。うん、嬉しいですね、歌が上手い人。8期候補生ナンバー91の子、アイピフーアのこと認知してるよ。だって、いやいやいや、認知認知かって。いや、怖い、やばいやばい、怖いね、怖いね。あ、なんかフーアが可愛いと思った子が一人いて、これ言っていいんかな。何番つまりは、そうか、特徴だ。あ、ショートカットよ。え、な、あ、誰だったっけ、あの、そうやって撮っていくの、何撮っていく。この子は撮っていかんし、いや、撮っていってるわって。誰でしたっけ、誰が、旦那、私は何を撮ってんだ。なんかこういうつぶらな瞳の子いるじゃないですか。ちょっと髪のふ長め、長めというか短くはない。うかさん。あ、可愛い子、うかさんのセーターって。うかさんにもらったうかさんのセーターって。いや、別にな、そんなのも思わへんけど。ふは仮装お願いしますかって。うかさんとお出かけする予定やったのにさ。無理だ、何もなかった、周りに。トーク終了後のフーアのダンスが可愛い。ほんと？やったん。可愛いね、だって。ありがとうございます。ナナちゃん、ハートありがとう。あの、フーアが可愛いと思った子ね、可愛いね、誰だったっけ。ありがとうございますの、このえ、なんかさ、ランキングがさ、上におった子、あの、結構上目の子だった気がする。あ、目かゆ。ちゃ、なんかフーアがさ、可愛い話しとったが、覚えてない。誰だったっけ。やばい、15分経った。え、番号言っちゃダメなんか。あ、そうか、切ってないかな、切ってないよな。ぷ、さやちゃん、だるまありがとうございます。19番可愛かったよ、だって。ん、どういうこと。その記憶はちょっと消してもらって、はい。もっちゃんみたいな雰囲気の子がいた。マジマジ。いや、でももっちゃんみたいな雰囲気の子がいても、もっちゃんみたいな性格の子はいないですよね。そうだ、あの素晴らしい性格のもっちゃん。去年のとかでもいいから、モバイ、あ、モバイ、去年の写真。モバメって言いにくいよな。そう、めっちゃいつもモバメってやるんだけど。最初に開始してから9分、一回切ってるから。そうそうそう、もっちゃんに後も話しとって、可愛い子おるって言って。今9分ね、オッケー。ふわに恋してる、終わった。だって今9分ね、30分。どういうことですか、ふわに恋してる、終わったって。ふわに恋して終わった人がいる。あ、だって怖い。ありがとう、もっちゃん好きすぎて草。ガチでもっちゃん可愛い。今日もあったんですけど、汗だくでした。ハート、ありがとうございます。もう一回、声聞こえてたらさ、バンされへんねやんな。うん、されん、全然されんよ。カズ
さんどうもありがとうございます。最近ね、あのリプ編をするようになったんですけど、マジで本当にランダムで返してるんで、本当になんか気にしないでください。ガチで本当にランダムに返してるんで、もうなんか言い返されなかった、ガチ気にすんな本当に本当に気まぐれで返してるだけなんで。ちゃんと見てるから。なんか高校生の子とかも今さ、うん、すごいなんか可愛い配信をしてらっしゃるじゃん。そうなんだよ。絶対友達愛かみたいになるで。そうなってない。絶対友達愛かみたいになる人一人は出てくる。ね、ないですよね。フワはね、ずっと可愛い、ずっと可愛いまんまだよ。アイピはね、あの股をね、すんごいね、あの360度ぐらい回転させてるんですけど。360はやばいやろ。これあんで。お母さんが LINE で、アイピ可愛いよ、ハートってきた。フワのお母さんが。大好きです、フワのママ。アイピって初めから結構落ち着いてる配信だったよね。落ち着いてる、これ。フーアのね、今日の買い物当ててみて。1個ね、400円ぐらいのやつ買った。ヒントは美容というか、その肌のこと。違う、1個400円。持つの子、持ついない。もうちょっとで終わる、15分。何で正解です。あのワセリンのピンクのリップです。え、いや、一人にセントちゃんが待ってたのに、ずっと。え、じゃあ待ってた。うん、トーク工場員から終わるまで待ってようと思って寝てた。嘘やん、嘘やん。あ、でも飲んじゃったの。タピオカ、タピオカの開いてる。開いてるよ。開いてなかったらそれまでだ。え、だ首やばい。14分経過。まだ大丈夫です。うわ、言っちゃったもん。あ、ちょっと。じゃあもうみんなでなっていこう。え？でももう来てるから。やば、10であと10回。でもフーはさ、あのカバン持ったら入る。カバン持ったら入って感じで。マジ？あ、これアンジュムです。フーはさ。え、これ何分経った？今から14分経ってるからランキング読むの。あ、そう、じゃあもう15分ぐらい経っとるか。じゃあランキング読みますね。ちょっと明日ね、あの投資があるので、ちょっと本当に気合い入れないと。13位カッタムさん、ありがとうございます。待って待って。12位オズマさん、ありがとうございます。13位が韓国の方が、こっちの方は何だっけ。8位マキちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位ヤリピちゃん、ありがとうございます。ハンサーオンリーだ。うわ、やばい、6位の方。12位キングマンさん、ありがとうございます。11位小山さん、ありがとうございます。10位せいちゃん、ありがとうございます。5位ヨノさん、ありがとうございます。9位が静まる、ありがとうございます。4位ベインさん、ありがとうございます。8位がナナちゃん、ありがとうございます。3位ヤッコーさん、ありがとうございます。2位アキララ GT さん、ありがとうございます。7位がアキちゃん、ありがとうございます。1位セイオーナイさん、ナナちゃん、ありがとうございます。3位ヤッコーさん、ありがとうございます。2位アキララ GT さん、ありがとうございます。7位がアキちゃん、ありがとうございます。1位セイオーナイさん、ありがとうございます。6位がナグノンさん、ありがとうございます。5位がエイジさん、ありがとうございます。4位がショウマくん、ありがとうございます。皆さん、まつげがいい感じになってますね。待ちました。3位がカズさん、ありがとうございます。午後にやってもらうまつげは2位がエイジさん、ありがとうございます。
チ映画ゆうきさん、ありがとうございます。はい、皆さん、そうですね、今日はあ、まだ15分経ってない、今日講習委員会、あ、でも1回切ってるから本当にありがとうございました。次はね、あ、アニメリゼロとドクタースター見てみてくださいね。では15分経ったの通知来た、てかもう経っとる絶対。ありがとうございました皆さん、今日は